1966年撮影。マリアンヌ・フェイスフルは、イギリス生まれの歌手、女優である、上層中流出身。かつての交際相手だった、ミック・ジャガーも、上層中流出身だった、イギリスロンドン生まれ。父親は、大学教授。母親は、オーストリアの名門貴族の家系出身で、先祖が、ハプスブルク家や、レオポルト・フォンザフ・ヘルマゾフホの血筋を引いている。 2009年、BBC のインタビューにおいて、いとこの死によって、ザ・ヘルマゾッホ男爵家の家督を相続したと明らかにしている。しかし家庭が、それほど、裕福だったわけではなく、幼い頃に両親が離婚しマリアンルは、修道院で育つことになる。そして、17歳の時に、ジョン・ダンバーと結婚するが、ダンバーとローリング・ストーンズの当時のマネージャーアンドリュー。 ルーグ・オールダムがちょうど知り合いであったがため、パーティーに出席したのをきっかけに芸能界に入り、彼女のために用意された曲、涙あふれてで、1964年にデビューすることになる。その後、ポップアイドルとしての地位を確立し、その歌声と美貌で人気を博した。さらにジャンリュック・ゴダールに見出され映画デビューも果たす。その後、66年にダンバーと離婚し、本格的に、 ストーンズのミック・ジャガーの恋人になる。1966年から70年までミック・ジャガーと交際していたが、流産と精神不安定から自殺未遂も繰り返したという。ドラッグに手を出すマリアンヌを見かねたミックは、麻薬をやめさせようとしたが、うまくいかず、結局二人は1970年に破局。 彼女はデビューから数年間はエンジェルボイスと言われてきたが、1969年のシスターモルヒネで綺麗な歌声から変化が見られた。声を潰した原因は、マリアンヌのリューザンとミックとの破局、その後のドラッグ、自殺未遂、アルコール、タバコでハスキーの声が出来上がったという。その後、彼女は目立った活躍がなかったが、1979年には、 アイルランドレーベルからアルバムブロークン・イングリッシュをリリースし歌手として第一線に復活。アルバム制作に並行してライブ活動も精力的にいった。90年代以降は女優としての活動が見られた。2010年以降は体調を崩しがちであったが2020年4月6日新型コロナウイルスに感染し、 ロンドン市内の病院に入院したことが明らかになった。4月22日に退院。彼女には映画界や TV ドラマの世界からも声がかかり、アンナ・カリーナとセルジュ・ゲンズブールが主演の TV 映画、アンナでは歌を歌うだけのシーンだったが、出演を果たした。さらに大スターのアランドロン主演映画、あの胸にもう一度で、ドロンと不倫関係に落ちる女性を演じた。 あの胸にもう一度には、ヒロインが全裸に革のライダースーツでバイクに乗るシーンがあり、鈴木速文監督や、八井ずつか監督らが映画でのフェイスフルに強い印象を受けたことを語っており、また、ルパン三世のミネ・フジコのモデルになったと言われている。1960年代後半、全裸でオーバードースの状態で倒れているところを、警察に見つかるなどのスキャンダルに見舞われた。 彼女は、それまでの清純派のイメージを捨てざるを得なくなり、この事件で、マリアンヌのアイドル生命は終わったとされる。後年、マーズバースキャンダルがでっち上げであったということが言われている。女優としては、2006年に映画、マリー・アントワネットで、マリア・テレジアとして出演。2007年には61歳で映画、柔らかい手の主役、マギーを演じた。ありがとうございます。